はい、シャトチューンチャンネルでございます。今日はですね、ちょっと趣向を変えましてですね、はい、今映っておりますこちらですね、はい、私の愛車スズキワゴン R でございます。はい、じゃじゃん。というわけでね、今日は私の車をですね、ご紹介しようと思います。まあ久しぶりのね、あの愛車紹介ということで、ドライブしながらね、この車、どんな魅力があるのか熱く語ってみたいと思います。はい、というわけでね、室内に移りました。これでまあちょっとね、ドライブしながらね、まあこの車についてね、まあ語りながらちんたらちんたら、5分ぐらいね語ろうかなと思います。はい、さあさあ、この車を買ったのはね、もうこれで3年経つのかな、3年経つか、経ちましたね。車検もね、もうどれぐらい受けたかな、まあこの車ね、大阪で買ったんですよ。ナンバー落ち車、ナンバー落ちっていうかね、展示車ですね。展示車として、まあ、売ってた車をね、買ったんですよ。はい、なのでね、やっぱりちょっとこう、なんていうのかな、まあ、単なる中古車、ナンバー落ちと違ってですね、あの鍵周りにちょっとこう小傷があったりとかね、ステップのところに傷があったりとかして、したんだけど、まあ走行距離も何キロだったかな、まあ、ほとんど走ってなくて、もうだから新車、まあまさに本当ナンバー落ち状態ですよね、っていうような感じでした。グッドコンディション。でも車両価格がね、60万円だったんですよ。めっちゃ安かった、まあ訳あり車っちゃ訳あり車なんだよね。そういう小傷があるんでね、でそれでかれこれ乗って、でもう買った時点でもう2年落ちぐらいだったかな、そんな感じだったと思います。はい、なのでまあ安く買えたということですね。でね、まあ最初はね、正直ね、あんまりね、好きじゃなかったんですよ。あんまり好きじゃなかった。他の車がね、本当欲しかったんだけど、まあ直前になってね、このワゴン R、これちょっとまあね、年式も程度もいいから、これにしようかなってことでね、急遽購入しました。はい、まあもともと買おうと思ったのがね、BMWZ3 を買おうと思ってたんですよね。次スポーツカーに乗ろうと思ったんだけどね。また次の次になります、なりそうですね。はい。っていうわけなんだけど、でね、最初はね、まあちょっとね、もうスポーツカー買うつもりで買ったからね、ちょっとこうなんだかなと思ってやったんだけど、でまあそれで乗って、1年2年乗ったのかな。でそこからね、まあ YouTube を始めるようになって、でまあネタとしてね、自分の持ってる車を取り上げてたんだけどね、まあそうすると車中泊やったりとかさ、なんかこうね、オイル交換のメンテナンスやったりとか、ね、やっていくうちにね、だんだん愛着が湧いてくるっつうんかね、このワゴン R でもね、なんか今だいぶ気に入りましたよ。はい、3年目にしてね、だいぶ気に入っております。走りに関してはですね、まあ今の軽の進化っていうのはすごいなと思ってね、これターボじゃないんですよ、 NA エンジンですね、 NA エンジンで、なんていうのかな、 軽の NA って言ったらさ、なんていうの、あのね、ちょっと頼んないというかね、力とかね、頼んないと思うんだけど、日常仕様ではね、何も困り、今アイドリングストップかかってますね。Nチャージ積んでるんですよね。Nチャージを積んでる。日常を使う分にはね、ほぼ何も不足ないですね。高速道路乗れますしね、普通に。坂道も走っちゃうし、まあ、追い越しかけるときはね、結構一苦労だけど、まあまあ、普通に100キロ走る
走っちゃいますね。ひょひょいっと。この間九州旅行、高速道路使って行ってきましたからね。まあ、そういう使い方もできる。で、わかるかな？静寂性も高いんですよ。結構静か。よく、なんだろうな、加速するときにさ、エンジンがワーンってさ、なったりするじゃないですか。ね、ちょっと前の軽音だと。車体が重くてね、こういうハイト系の車だったらね、NA とかだったら、本当はエンジン、こうアクセルキャンと踏みっぱなしでやっと加速するとかいうのあったんだけど、この車はもう本当ね、ちょっと踏むだけでスイッと走ってくれるというかね、パワーはすごいと思います。燃費ね、あと燃費。燃費はすごいですね。リッター20とかは普通に走っちゃいますね。Nチャージ。Nチャージっていうのを積んでるんですよ。アイドリングストップと、リチウムバッテリーを積んでる。リチウムイオンバッテリーを積んでて、アイドリングストップでね、ガソリン燃費節約するっていうのもあるんだけど、あとは、発電機、オルタネーターですね。オルタネーターのかかる負荷を軽くしてるわけですよ。オルタネーターがあんまり強く発電しないようになってて、軽く回るようになってる。それでまあ燃費を上げてるわけですね。で、回生、エネルギーを回生して、リチウムイオン電池に蓄えて、それをまあ電装系に使ってるというような仕組みですね。うん、それでまあ、フリクションロスを減らしてですね、フリクションロスってなんだろう、抵抗ね、こう 重たくならない、軽く動くように、軽く、それで燃費を稼いでるというような感じですね。実際に乗ってても、ああ、なんかそういうことかなという、こう、負荷が少ないというかね、それでこう、軽快に走れるっていう。あと、車体もこれ軽いんですよね、軽量化されてて。一つ前の世代のワゴン R よりも、7、80キロぐらい軽量化されてるんですよね。それでまあ、燃費も良くなってるというところですよね。うん、まあ、あとは、静寂性が高い、燃費が良い。あとね、乗り心地はそんな悪くないんですよ。こう、まあ、軽自動車だからね、そのトレッド、ホイールベースにもう限界があるけど、なんていうのかな。まあ、ロードノイズが少ないとか、あとまあ、この当たりが柔らかい。前もうちょっとなんかこう、パッタパッタしてたと思うんだけどね、軽自動車のイメージとしてはね。それがあんまない、しなやかですよね、走りが。なので、日常生活を快適に格安で維持する。まあ、車両価格も安いしね、ワゴン R だったら。あとは維持費って言ったらガソリン代が安い。燃費がいいからね。で、もちろん、その税金とか、車検代とか、その辺の安さもありますよね。まあ、僕はいつもユーザー車検取ってやってますけどね、自分で。そうすると3万5000円ぐらいでできちゃうんですよね。全部込みでも。それぐらいでできちゃうから、まあ、維持費が本当安い。税金もこの車はね、まだ7200円でいいんですよね。値上がりしてないっていう。本当こう、維持費が安い。でいてこう、まあ快適にできるっていうところかな。この辺がいいかなと思いますね。あとはなんといってもね、この車はリアシートを畳んだらフルフラットになるんで、それで車中泊ができるっていうのはね、やっぱりこのクラスのね、ワゴン車意外とね、リアシート畳んでも平らにならない車が多いんですよ、ほとんど。多分ワゴン R だけじゃないかな。あとはその、なんて言ったらハイト系になっちゃうんですよね。なんだったっけ、デミオじゃなかった、タンとか、ああいう車になっちゃう。あの車だったらね、フルフラットになるのかな。あと Nボックス とかね、だったらできるんだけど、意外とこうフルフラットになる車が少ない。その辺がちょっと便利かなと。実際この YouTube 動画でもね、車中泊の様子動画にしたりとか、あとライブ放送でやったりとかもね、しましたけどもね、まあそういう使い方ができるっていうのが便利かなと思いました。まあもちろんステータスとかはないですよ、乗っててねステータスはないんだけど、
まあね、普段の生活の足として乗るというには結構理想的な一台じゃないかなと思いますね、はい、というような感じでね、ワゴン R の感想ざっくり、3年間乗ってね、この辺がいいなというところ、弱点はね、出だしが遅い。出だしっていうのはゼロ発進からの出だしね、あそこちょっともたつくんですよすぐ出ないそれがね、おーってなるんだよね。これ多分なんか燃費を良くするためのチューニングかなんかでそういう風になってるのか、制御してんのかな、よう分からんですけどね、まあその時はね、スポーツモードに CVT を切り替えるといいんですよ。まあ一応これ CVT なんだけど、モードを切り替えるようになっててね、まあ、通常の走行とスポーツモードと選べますので、この手元のスイッチをこう切ると、切り替えるとね、小気味よく加速するようになります。街中走るときなんかね、S モードのまんまでもいいかもしれないね。あとは坂道登るときとかね、はい。結構これで変わるんですよね、加速の感じが。ただ燃費は落ちると思いますけどね、そのままつけっぱなしにするとね、適材適所に応じて、シーンに応じてね、切り替えるといいんじゃないかなと思います、はい、というような感じでね、ワゴン R ざっくり語ってみました、はい、いかがだったでしょうかね。まあ、もし購入とか検討されている方、ね、いらっしゃったら、幸いでございます、はい、というわけで里チューンチャンネルでございました。